IOC ・国際オリンピック委員会のバッハ会長が消息不明だった中国の女子プロテニス選手の無事をアピールしたことについて国際人権団体が避難声明を出しましたヒューマン・ライツ・ウォッチは IOC のバッハ会長の対応について声明で中国政府のプロパガンダを助長してはならない性的暴力疑惑を無視しようとする中国当局と 積極的な協力関係に乗り出したなどと非難し IOC と中国との協力関係に不信感をあらわにしました。